こんにちは、のぼるちゃんです。今私はですね、鉄橋の上にいます。運河の上の鉄橋の上ですね。もうこんな状態で車とかバイクが入ってくる狭い鉄橋なんですね。で、鉄橋の、入り口出口は坂になっててですね、前が見えなくなっております。で、ここの運河脇にいっぱいお家が、あっちの方が見やすいですかね、お家があるわけですね。で、そこの多分そこ、このお家の裏側がお店になってて、僕がいつも食材買ってるところです。で、そこに立ってられるお姉さんが一人立ってますけど、お姉さんが一人そこに立ってますけど、ここのお姉さん何をしてるかというと、ここ上に登るときにですね、交通整理をしてですね、それでお金をもらってるという、お金をもらってそれを仕事にしてられるというお姉さんです。お姉さんにお前の自転車ここに置いとけと言われたので置いてます。じゃあお買い物に行きます。来ました。こちらが私がいつも食材買ってる生鮮食品売り場です。で、左から豚肉で、右に鶏肉、お豆腐といっぱいあります。買うのがですね、今日は生姜焼きなんで、これですね、これ皮付きを買いたいと思います。で、お生姜がいりますね。生姜ちょっとちっちゃいやつないですかね。あれおい、ピーカップ、ピーカップ、ピーカップ、ナムタンミーマイカップ、ナムタン、ナムタン、ナムタン、あ、にがた、まあ、お砂糖を買いますね。あと、モニー、キノンだな、キノン、だか、100グラムと、何ペンダイマイか、これを半分ぐらい、生姜半分ぐらい買います。何か、2カップ、キノンカップ、この皮付きを半分と、あと半分じゃない、100グラムと、あとあれですね、空心菜をこれで、あとなんだっけ、買うの以上でいいんですか。半分ぐらい、200グラムな、まあいいや、200グラムでも。こんな感じでいつも買い物しております。犬がいます、猫もいます。お買い物終了です。砂糖と生姜と豚肉200グラムになりましたね。200グラムになっちゃいましたね。あとこの空心菜、全部でいくらでしょう。